オリーブオリーブオリーブ誰一人。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のオリーブの木チャンネル、今日のテーマはデジタル人民元と米中欧通貨戦争でございます。はい、デジタル人民元ですね。まあ、結構、まあ、知ってる人は話題になっているというか注目するべきところですね。中国は10月にこのデジタル人民元の大規模実験を開始しました。G7 に先んじてですね、まあ、ここがポイントですね。中央銀行デジタル通貨の大規模実験だということなんですけれども、中央銀行デジタル通貨 CBDC セントラルバンクデジタルカレンシー、この CBDC という言葉がですね、結構ちゃんとですね、報道上も、たくさん出てくるようになりました。この中央銀行デジタル通貨って何ぞやということを踏まえてですね、この人民元のことを解説していってみたいと思います。はい、まあこれ背景になるんですけれども、この CBDC に関してなんですけれども、一番端的にですね、コメントしたのはですね、イングランド銀行の総裁のカーニー氏ですね。イングランド銀行はイギリスの中央銀行でございまして、そこの総裁のカーニー氏はですね、まあおそらくロスチャイルドの代理人だと思います。詳しくは次のページから解説いたします。また過去動画にですね、イングランド銀行単体の動画もありますので、ご興味持っていただいたら見てみてください。カーニーが言ったこと、1ドル支配は限界だ、2中央銀行制度をベースにしている、3 SDR のような通貨、4デジタル通貨が必要だと、こう言ったんですね。SDR また後ほどご説明いたしますけれども、そういう国際的に流通している通貨があるんですね。これはドルの崩壊が止められないので、新しい基軸通貨を作りたいと、まあこういうことなんですね。まあ、しかしながらそうそうこれ簡単ではないんですね。まあ、しかし作りたいというところまではですね、みんな作りたいんです。そもそもですね、まあ、覇権国家が移り変わるのと合わせてですね、通貨が移り変わってきているんですね。覇権国家、これ近代の覇権国家でいうとですね、まあ今アメリカなわけですけれども、誰がどう見ても、まあその前イギリスだったんですけれども、その前はですね、もはや大航海時代まで遡るんですね。神聖ローマ帝国なんですよ、のスペイン、ポルトガルが、世界の中心だったんです。日の沈まない帝国と当時言われてたんですね。世界中に植民地を持っているので日が沈まないということなんですね。どっかの領土には日が当たってると、このスペイン、ポルトガルのですね、神聖ローマ帝国が、世界の中心だったんです。で、現在の通貨の支配の中心はですね、アメリカの中央銀行 FRB と、BIS 国際決済銀行、ここがやってるわけですね。BIS はスイスのバーゼルにあります。資本主義の中心にあるのがこの中央銀行制度です。なぜスイスのバーゼルかということはですね、さっき言った神聖ローマ帝国まで遡ります。神聖ローマ帝国の皇帝だったハプスブルク家、これも過去動画参照してください、のプライベートバンクが置かれていたのが神聖ローマ帝国の金融センターだったスイスなんですね。この頃にはまだ中央銀行という考え方はないんですけれども、スイスが神聖ローマ帝国の銀行の中心だったんです。その名残がまだ残っていると、その時代からの資本家がまだそれなりに幅を利かしているということなんですね。ロスチャイルドはこのハプスブルク家の家臣だった一族ですね。そもそもお金の発行システム自体が詐欺と、これ久しぶりに出したシートでございますが、長らくチャンネルを見ていただいている方はもう100回ぐらい見たと思いますけれども、最近見られた方はぜひご理解いただきたいんですけど、そもそもお金というのはですね、もともとがゴールドスミスノートというものだったんですね。これは銀行が金
ゴールドですね、を預かった預かり証を発行したんですけれども、預かっている金をですね、みんなすぐ取りに来ないので、実際に預かった金の何十倍も預かり証を発行したというですね、これよく考えたら、ただの詐欺なんですね。そうすると、みんなが金を取りに来たら破綻するんですね。これが今の銀行なんです。皆さんもなんとなく、銀行にみんなが押し寄せてお金を下ろしたら取り付け騒ぎが起こると、そのように思ってると思うんですけど、まあ、実際起こるんですね。それが昔は金だったんですけれども、今や1973年に金本位制が終わっています。今は管理通貨制度ということで、銀行はいくらでもお金をすれると、こういう状態になっています。特に中央銀行は本当にいくらでもすれると。まあ、ただ、やりすぎるとインフレしますということですね。まあ、それがやりすぎが始まっていますということですね。通貨の発行がやめられなくなってしまいですね、今は例えば FRB、無制限の金融緩和を行っていますね。FRB はこの半年で300兆円ものお金を吸って市場にばらまきました。これ FRB で 2,3 時間ぐらい会議したら300兆円のお金が生まれるんですね。300兆円ですからね。会議 2,3 時間ぐらいですからね。とてつもない利権じゃないですか。どこにお金を配るかが分かっていたら相場とか操れるに決まってるじゃないですか。そんな人たちと勝負して勝てるわけないですよね。そんな人たちって言ってるのが要するに FRB と国際決済銀行の中枢にいる人たちと、まあ、その一角がロスチャイルドとかだということですね。ゴールドスミスノートは1600年頃のイギリスで、ゴールドスミス、金の、採掘商たちによって発行されたのがゴールドスミスノートです。このゴールドスミスノートを真似てイングランド銀行は銀行券を発行しました。この銀行券が今の通貨です。日本の通貨は日本銀行券と書かれていますよね。銀行券なんですね。元はゴールドスミスノートです。今の通貨制度に至る間にですね、ロスチャイルド家がめちゃくちゃ躍進したと。まあ、これが結局ですね、今も尾を引いているんですね。ロスチャイルドのですね、ネイサン・メア・ロスチャイルド。これ、二代目かな三代目かな、ちょっとすいません。二代目か三代目です。ワーテルローの戦い1815年に、イギリスの勝利をいち早く得てですね、あえて国債を売りまくったんですね、この戦いで。なぜ知ったかというと、早馬とか伝書鳩でイギリスの勝利を知ったそうなんですが、しかしロスチャイルド家が国債を売りまくっていたので、他の資本家たちがイギリスが負けたに違いないということをですね、思い、みんな売ったと。みんな売って暴落したのを確認して、ロスチャイルドは買いまくったと。実際はイギリス勝利ですから、国債は暴騰したと。ということで、多くの投資家や名門家が破産したと。で、ロスチャイルド家の資産は2000倍ぐらいになったという説があります。でも実際そうでしょう。これ、大勝ちしたのは歴史的事実です。何千倍になったかわかりません。当時のヨーロッパの資本の半分ぐらいを持っていたのではないかというぐらいですね、バカ勝ちしてしまったんです。そして、その資金を使いながらですね、イギリスの中央銀行、イングランド銀行と、ズブズブの関係で資本主義の市場を作ってきたんですね。歴史で並べるとですね、1815年に、ロスチャイルドがヨーロッパ資本の中の覇者とも言えるぐらい、もう爆発的に勝ちます。その後ですね、1844年にピール銀行法というのができて、イングランド銀行のイングランド銀行券が、通貨になります。イギリスのメインの通貨になります。通貨発行権を独占します。それまではですね、銀行券というのはいろんな銀行が発行していたんですが、中央銀行制度を作ることによってですね、イングランド銀行がその通貨を独占することになります。これが今の中央銀行制度の、まあ、ひな形になっている。そして1913年に、ロスチャイルド、ロックフェラー、モルガンらの代理人が、ジキル島で秘密会議を行い FRB が設立されたと。まあ、これも歴史的事実なんですね。
で、その FRB が今世界中の通貨の、まあ、中心にある。ドルが基軸通貨だということですね。そして、今、2020年でございますけれども、ついに FRB がどうしようもない状況になったと。なので、次の何かを探したいということなんですね。世界統一通貨を作りたいという計画がですね、まあこれは多分昔からあります。例えば IMF とかがですね、まあこれ2010年古い報道でございますけれども、IMF は世界統一通貨の計画を持っているというのがですね、これフィナンシャルタイムズの、まあ記事でございます。つまりさっき言った、もうドルがニッチもサッチもいかなくなることは、もう2010年ぐらいから当然分かっていたので、何か別の覇権を作りたいということですね。また、IMF のですね、計画書の中にですね、こういうふうに書いてあったことがあるんですね。SDR と世界統一通貨を作っていくと。これ、ロードマップが書かれているんですけれども、最終的にはですね、グローバルカレンシーにしたいと。IMF はロードマップ上書いています。彼らの計画としては世界統一通貨を作りたいと。その前に SDR ベースの、通貨を作ると。この SDR というのはですね、特別引き出し券というですね、1969年に作られた一応今も流通している国際通貨なんですね。しかし、まあドルが便利すぎるので、この SDR 自体はかなり特殊な国際取引にしか使われていないんですけれども、しかしこの SDR はですね、実際にこの SDR を運用するためにドルとか円とかユーロとかをですね、通貨のバスケットって言うんですけど、通貨バスケットを作って、それを担保にして SDR を運営しているんです。まあ、そういう制度になっているんですけれども、まあこの SDR なるものがあるんです。まあ IMF のロードマップから言うと、この SDR のようなものを、発展させていきたいと。で、冒頭というか、最初の方に言った、カーニーも言っているんですね。SDR 的なものをやるぞと。そりゃそうですよね。まあ、この計画とか書いてるのがカーニーたちですから。まあ、彼らはそうしたいということなんですね。今、ちょっと話ずれますけれども、ビットコインとかありますよね。一応デジタル通貨ですよね。じゃあ、ビットコインとかがですね、そのデジタル通貨に世界統一通貨とかなっていくかっていうと、まあまずそれはありえないなと思います。しかし今ビットコインはですね、結構上がってるんです。このかつてのバブルで大暴落してもビットコイン死ぬかなって言ってたとこから比べると上がって、さらに最近結構上がってるんですね。上昇中なんです。しかしこれはですね、FRB の無制限の金融緩和の副作用のバブルであって、まあいつ崩壊してもおかしくない。もしくは、まあ上がるかもしれませんけれども、こんな上がるも発揮、上がらぬも発揮みたいなものに投資するのはですね、やめた方がいいと思います。国際ビットコインはですね、まあ僕の見るところによると、国際金融資本によるブロックチェーン技術の実証実験だったのではないかと思います。これでビットコインとか他いくつかのメジャーなですね、デジタル通貨の実験により、まあ運用可能だというふうに今みんなが見てですね、本格的にそれを中央銀行で使うようにしようというふうになってきたということだと思います。もう一つ流れが大きかったのが、中央銀行によるリブラ潰しと、リブラ、皆さん覚えてますよね。2019年6月にリブラの構想をですね、Facebook が発表したわけですね。マーク・ザッカーバーグが。このリブラはですね、ステーブルコインであって、さっき言った通貨バスケットを利用すると。まあ、SDR のような仕組みになってたんですね。このステーブルコインというのはですね、ビットコインはステーブルじゃないんです。リブラは、リブラを運用するにあたって、ファンドのようなものを作って、そこに通貨バスケットという、ドルも入れて、円も入れて、ユーロも入れて、一定の基金を作って、何かあったらリブラとその基金を打艦すると。そういう制度でやろうということを発表したんですね。これ昔で言うところの金本位制みたいな感じなんですね。ビットコインは基本的に何とも打艦されません。ビットコインと何かを、こう、交換、今はできてるわけですけれども、それ本質的に価値ゼロになる可能性があるので、この、
元々の金本位制っていうのは、金と、どこまで下がっても一定は打感される可能性があるということで、価値がゼロにならないというのが金本位制だったんですけど、なので、ビットコインとは違うですね、ステーブルコインということをですね、リブラはやろうとしたんですね。これが結構世界中で注目されてですね、マスターとかビザとかも入ったんですけれども、何らかの圧力でマスターとかビザなどの大手がですね、計画から脱退しました。そして世界中の中央銀行関係者から、マーク・ザッカーバーグが袋叩きに遭いですね、リブラは実質頓挫しました。なので、このマスターとかビザに圧力かけたのはですね、多分世界中の中央銀行関係者、まあそれこそカーニーとかそういう人たちだと思います。しかしですね、リブラに刺激をされる形で、CBDC、中央銀行デジタル通貨の動きが加速したというのは、これ、事実、明白にそう見えますね。そして、そういう背景を踏まえて、この度、デジタル人民元が、実証実験が大規模にスタートしたということなんです。このデジタル人民元も、いわゆるブロックチェーン技術に基づいています。関東省深圳市で10月12日から18日大規模実験がまず行われました。4万人が876万4千元の決済を行って、それが、まあ、無事運用できたと。だからシステム上は大丈夫だというふうに中国は言っていると。まあ別に技術的には大丈夫でしょう。それを、北京、天津、上海、広州、重慶など含む28都市に拡大していく予定だと。いうふうに発表されています。デジタル人民元は人民元が担保になっているのでステーブルコインと言っているんですけれども、人民元自体がステーブルじゃないので今どう見ても人民元はですね、まあ中国が孤立していることによってですね、人民元がステーブルコインではないので、デジタル人民元もステーブルコインではないということなんですけれども、まあ中国としてはですね、我が国が G7 に先駆けてデジタル人民元をやり出すので、ビットコインとかそういう打感できないものを買うんではなくてデジタル人民元を買ってほしいってこれからプロモーションしていきたいんですけれども、俺なら買わない。買わない方がいい。まあそういうことなんですね。まあしかしながら、まあ中国もですね、直ちに滅亡するわけではないので、まあそれなりになんか圧力をかけて、真鍮のですね、アフリカとかに使わせたりですね、アフリカのどっかの国に無理やり使わせたりとかするんじゃないですかね。まあでも、無理やり使わせても意味はないですね。各国の、中央銀行関係者が、この、CBDC に関して発言をしています。日本の日銀黒田総裁、従来より一段ギアを上げて検討を進めると。日本もこの CBDC を一応前向きにやる方向だと今のところは言ってます。米国のパウエル FRB 議長、一番手になるよりも正しく対処することが重要であると。意外とですね、アメリカはそこまで乗り気じゃないんですね、今。だってアメリカはドルで基軸持ってるんですから、まあでも基軸持ってるからデジタルドルやったらいいんじゃないかなという気もするんですけれども、まあ既得権益を持ってる人、銀行からするとこのデジタルドルとかをですね発行されることによって銀行の仕事が減る可能性があるんですね。ということで、多分アメリカの金融業界がかなりブレーキを踏んでいるでしょうね。パウエルはあんまり今前のめりではないです。逆にですね、欧州 ECB 中央銀行のラガルド総裁はですね、11月1日にデジタルユーロに関するパブリックコメントを募集しましたということでですね、まあまあ前のめりですね、ヨーロッパの方がやるぞという雰囲気があります。まあこれわからんでもないですね、派遣のドルからですね、ヨーロッパにもうちょっと派遣を通貨の、まあ権益を戻していきたいと。もともとヨーロッパが中心だろうと。しかし、イギリスは EU から抜けましたから、イングランドのポンドは ECB とちょっと今ずれた動きをしてるんですね。まあそういうことも含めてどうなるんでしょうかと。
BIS、冒頭説明いたしました。国際決済銀行、中央銀行の中央銀行、諸悪の根源 BIS によるですね、CBDC が、これも実験が始まるとされています。BIS の中にですね、イノベーションハブというのが、今年設立されていてですね、そこの責任者がブノワ・クーレという人なんですけれども、彼が最近中国のニュースサイトがこれ、報道しているんですが、中国で開催された文度サミットにて、中国に、年内に POC を終わらせ、POC というのは、プルーフオブコンセプト。これ、僕らは割と技術開発とかやってる企業とかでよく使うんですけど、プルーフオブコンセプト。つまり、概念的実証が完了するということなんですけれども、年内に POC を終わらせ、スイスの中央銀行と協力し、BIS が CBDC の実験を始めると、このように発表しています。これを上海の、サミットで、言ったそうなんですけれども、でもこれはもう2019年に入ってから何度も言っていますから、まあ、予定通りちゃんと進んでいるということですね。つまり、まあ、これが、直ちにワールドカレンシーになるかどうかわからないんですが、金融の総本山の国際決済銀行も着実に進めているということです。状況から見るに、デジタル人民元が世界通貨になる可能性は極めて低いと思います。世界中の反中感情は現実のものがあります。しかし、ここからポイントです。今、中国に資金を戻し始めた国際金融資本と。これ多分戻し始めてると思います。米国経済がどうしようもないからだろうと思います。2023年に中国は電気自動車に完全に移行すると発表し、米国企業のテスラが中国に巨大工場を建設し、中国で初の 100% 外資保有の工場になっていると。あれ？米中戦争やってませんでしたっけ？ここ関係ないんですね。もう、ね、関係ないんですよ。これは、テスラはですね、まあ今、超絶国際金融資本が推している企業なので、もうここは関係ないんですね。何やっても許されるんですね。でも結局これ、別に金融屋が儲かるんだから、別に米中戦争であろうが何であろうがやりゃいいってことなんですね。トランプ政権が中国批判をする裏側でですね、ロスチャイルド的な資本家は、中国でのビジネスを未だにどうもやる気満々だと。これちょっとトーンダウンしてたのも事実だと思うんですが、いろいろ社会的情勢を見て、アメリカがあまりにダメなので、まあ、中国のビジネスをもうやらざるを得ないということなのかなと見ています。アリババ、中国の、アマゾンのような会社ですね、ソフトバンクが大株主の、をニューヨーク市場に上場させたのはロスチャイルド銀行です。これもはっきりとそうなんです。つまり、アリババを、まあ、使ってロスチャイルド銀行は、まあ、今までは儲けたと。そして、直ちに今アリババの株を崩そうとは思ってないように見えますね。実際株価上がってますから。ということで、本当に米国が中国を潰したければ、中国共産党のドルの銀行口座を凍結すればいいんですね。もうこれ楽勝ですね。一瞬で中国崩壊しますね。しかし、アメリカも一瞬で崩壊しますね。ということで、絶対できないと。要するに、喧嘩をしているポーズだということですね。このポーズがあまりにあからさまになってきたということですね。この電気自動車の件とかは、また注目してですね、続報を出していくと思います。多分いろいろややこしいことが起こってくると思いますよ。あ、そして今ちなみに日産が中国に買われそうになってますよね。やばいんじゃないですか。米ソの冷戦の時もですね、ソ連を運営していたのはコミンテルンですね。コミンテルンを作ったのはボリシェビキユダヤ人です。そのスポンサーはロックフェラーモルガン国際金融資本です。米ソ冷戦と言っていますが、結局核弾頭は飛びません。ただ大量に武器が売れただけです。戦争や資本による、いわゆるマッチポンプですね。それが、米中新冷戦も結局同じで、到底中国を本気で潰そうとしているようには見えません。まあ、これが事実かと思いますね。
まあこの米中の間に挟まれた日本、さてどうするかということですね。これは何度も出したシートでございます。今 FRB がやっている無制限の金融緩和が2025年頃に限界を迎えると思います。早いと2023年頃に、中国の方がやっぱり孤立していますので、中国も今量的緩和をやっていますが、限界を迎えるんではないでしょうか。中国が吹き飛べば米国も同時に倒れますので、もう2023年頃からまあ本格的にやばくなり、2025年頃からもうニッチもサッチもいかない状態になります。加速度的にドルがインフレを起こします。リーマンショックの100倍ぐらいの金融危機になるだろうと、何度も言っております。まあ、こういうことが起こるので、何か新しい基軸通貨を作りたいという、デジタル通貨の話なんですね。しかし簡単じゃないということなんです。中央銀行制度の抜本的改革が必要だと、これ毎日最後のシートで言ってきたことです。日銀の運営権を国民に取り戻さないといけません。今日はこれ以上説明いたしませんが、実質 BIS に日銀の人事権は握られていると思っていいと思います。信用創造する権利の民主化が必要です。中央銀行制度に関係している一部の人間が勝手に300兆円とか作って世の中にばらまかれてですね、結局そのお金はですね、最終的には税金で徴税するしかなくなってくるんですね。そういう信用創造する権利というもの自身がですね、通貨なんですよ。ちょっとこのあたりになるとですね、はてなの人が多いと思うんですが、通貨というのはあくまでただの紙ですから、信用なんです。信用創造する権利の塊が通貨なんですね。じゃあ、誰が信用を与えるかっていうことなんです。今の通貨は、要するに、ロスチャイルドたちが気に入るものにお金を配るというのが今の銀行です。だから、日本の中小企業なんかにはお金がいかないんですね。日本の中小企業とかもう今すぐ潰れてほしいと思っているのがですね、あいつら金融屋なんですね。まあ、その手先が竹中平蔵ですね。そうではなくて、誰にお金を配るかということを民主的に決めるべきだと。本当に一生懸命働いてくれる頑張る人にお金を回していく社会を作るためにはですね、信用創造する権利の民主化が必要だということなんです。はい。解説は以上でございます。最後にいつも言ってることでございますが、さっきのシートでほとんど言いました。細かくはですね、ここに書いているようなことがですね、過去動画で、解説しておりますので、今日の動画を見て興味を持っていただいたら、過去動画キーワード検索をしてご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。講談社より2冊目の本が出ております。絶賛発売中でございますので、こちらもよろしくお願いいたします。オリーブの木、朝霞市議会議員の富山真紀議員の富山木チャンネル、一期生の一期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼ってありますので、そちらをクリックしてチャンネル登録、応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。誰一人置いては行かない、明るい未来を作りましょう。一緒にやっていきましょう。